こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いいたします。アメリカ訪問の菅義偉首相のハンバーガーとムンジェイン大統領のクラブケーキ。日本の菅義偉首相が米国のバイデン大統領との会談で出されたハンバーガーに対して、 韓国のムン・ジェイン大統領がバイデン大統領との会談で出されたクラブケーキということに対して韓国メディアが勝利宣言しかしということを今日はご紹介していきます2021年5月13日韓国朝鮮日報によると21日に行われる米韓首脳会談を前に 韓国国政政府府が米国政府側にハンバーガーガをを出されるるののは困るとの立場を伝えていました朝鮮日報の記事は日本の菅首相がバイデン米大統領とのたった20分間のハンバーガーを出された会談で日本が米国から軽んじられたのではないかと言われていることを強く意識しハンバーガーを出されるのは困ると要望したのだろうと分析しています。 ということで、韓国政府はアメリカ政府にムン・ジェインが訪米する前の交渉で、ハンバーガーよりももっとマシなものをムン・ジェイン大統領に出してくれと要求していたわけです。その事前の根回しの結果どうなったかというと、ムン・ジェイン大統領にはハンバーガーではなくて、クラブケーキ、カニの実を使った料理が出されたわけです。この結果を受けて韓国のメディアは想像されていた通り、 日本に対する勝利宣言のような報道をしてきました。韓国の通信社4ハップは5月22日に次のように報じています。4ハップ金曜日にワシントンで行われた韓国のムン・ジェイン大統領と米国のジョー・バイデン大統領との首脳会談は約1ヶ月前に開催された日米間の会談とは対照的な外観を示したとされている。 最も注目すべき違いは首脳会談の長さとランチのメニューだったムン・ジェインとバイデンは4月16日の日本の菅首相とバイデンの会談よりも長い171分間だったしかも昼食メニューも違っていたムン・ジェインのためのメニューはメリーランド州のクラブケーキがメインとなった日本の菅首相の時のハンバーガーとの差は明らかだ 菅首相はそのハンバーガーには一切手を触れることはなかったまた菅とバイデンはお互いにマスクをしていたがムン・ジェインとバイデンはマスクなしで会談を行った以上韓国の4発布というまるで日本に対する勝利宣言とでもいうような韓国の通信社の報道ぶりでしたただしアメリカに住んでいた時に ククララブブケケーーキキが大好ききでををよく食べべてていいたた私の感想を以下率直に述べさせていただきます私はアメリカのクラブケーキとハンバーガーが好きでニューヨークに住んでいた時には特にクラブケーキには目がありませんでしたクラブケーキはレストランのメニューで見つけると必ず頼むほど好きでしたちなみにハンバーガーについて言えば 私が一番好きだったハンバーガーはニューヨークのジャズクラブブルーノートのハンバーガーでした。クラブケーキとは一体本来どういうものなのかについて書かれた記事を読んでみます。One Ninety Six Recipes 196カ国世界の料理の記事です。What is a club cake? クラブケーキとは何ですか？ クラブケーキはアメリカで人気のあるさまざまなフィッシュケーキの一つです。クラブミート、すなわちカニの実を中心にいろいろな具を混ぜて作られます。クラブケーキは伝統的にチェサピーク湾周辺、すなわちメリーランド州とバージニア州の郷土料理とされてきました。チェサピーク湾で採れたカニで作られたこの料理の起源は16世紀にまで遡ります。 16世紀といえば、日本でいえば戦国時代から安土桃山時代ですね。クラブケーキは地元の先住民、インディアンの女性たちによって作られ、カニの身とハーブ、野菜、トウモロコシの粉を混ぜ合わせ、野獣の熊の脂肪の油で揚げた小さなカニコロッケのようなものでした。英国から新大陸に来た植民者たちは、その料理を見て、クラブケーキ。 という名ででで呼んだののした以上 Flavors 記事ですニューヨークに住んでいた時に時々クラブケーキを食べていた私の感想を申しますとクラブケーキはあくまでもアペタイザーすなわちあくまでも前菜ですその証拠に多くのレストランのメニューでクラブケーキが書かれているのはいつもほとんどアペタイザーのセクションです メインディッシュとしてクラブケーキが書かれていたのを、少なくとも私は見たことがありません。それに対してハンバーガーは、アメリカでは立派なメインディッシュです。バイデン政権を褒めるわけではありませんが、韓国から事前交渉でハンバーガー以外のものを出してくれと言われて、クラブケーキを出したバランス感覚は、なかなか見事なものだと私は思うわけです。 クラブケーキは先住民族インディアンの伝統料理から続くアメリカ料理の典型の一つですが現在のその位置づけはあくまでもアペタイザー前菜ですメインディッシュになりうるハンバーガーと比べるとそれで完結できる料理ではないのですつまりこれでアメリカの意図はよく理解できるように思えます 以上アメリカ訪問における菅義偉首相のハンバーガー対ムンジェイン大統領のクラブケーキ論争についてお伝えしました今日はこの辺にします最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた